はい、こんにちは、炎造です。本日は動画を皆様にお届けしようと思います。で、今年は、金融政策が重要な年になると思います。まあ、その中でも、やはりアメリカの金融政策が一番重要でありますので、その米国の金融政策、重要な金融政策を占う上で、 ファンダメンタルズ的にどんなツールを使ったらお役に立つかなということで、金融政策を占う上で皆様の投資にお役に立つツールというものを3つご紹介したいと思います。よろしくお願いいたします。はい。えー、まずは、金融政策を占うツールのその1ということで、な、ま、ん、あ、といっても、金融政策を司るのは FRB ですので、 FRB の発表するものっていうのは非常に重要なわけですよね。で、まあ、じゃあ FRB のホームページを見ていきましょうということなんですが、これがまあ、なかなか英語ですと僕もしんどいですし、皆様もしんどいと思うので、あまりその英語の文章を読まないでも済むような、えー、ところから、ね をご紹介できればなというふうに思いまして今回はそれをご用意しましたまずは FRB のホームページに行って FMC o のスタッフの経済予想とドットプロットこれ日本ではドットチャートなどと呼ばれてますがまあ、この2つが重要な 利用するべきツールになりますす、まあ、それをご紹介しますまずはこちらですね。これは FRB のホームページなんですが、その中でマネタリーポリシーっていうところがありますので、ここを押していただくと、こういう画面になります。まあ、その中で 一番このここにリセントドキュメントというところが書いてございましてこれが皆様が見ていかなければいけないところですねで、まあ、FMC のステートメントであるとかプレスコンファレンス、まああの 記者会見とかプロジェクションマテリアルズというものがございます。まあ、これは3ヶ月に一遍なんで、今回12月なので、えー、発表になったんで、それを見ていきたいと思います。当然ですが、各3月、6月、9月、12月以外の FMC でも、このステートメントとのとプレスコンカンファレンスというのは発表されますので、これは見ていかなきゃいけないのですが、 まあ、3ヶ月に一遍のこのプロジェクションマテリアルズというのをちょっと今回はご紹介したいと思います。で、この中の PDF というところを開けていただければと思います。そうすると、 このようになりまして、ドンというのが出てきますね。これですね。皆さんご覧になったことがあるかなという感じもしますのですが、えー、とこちらを見ていきたいと思います。で、このようになってますが、まずこれこ,こは2021年、22年、23年、24年のそれぞれの予想ですね。まあ、最初に GDP の予想がありまして、 これが下が9月の予想で今回12月の予想ということで例えば22年であれば3.8から4%に情報修正アンプロイメントエレートというのは失業率が3.8から3.5に低下 PC インフレーション、まあ、これインフレ指標ですね FRB が非常に重要視しているものなんですがこれが2.2から2.6%コア PC インフレーション、まあ、これは、えー、反動が変動が激しい 食料とかエネルギーとかを除いたものなんですが、これが2.3から2.7になるということで、まあ、ここら辺を見ていっていただければなというふうに思います。で、まあ、今回、やっぱり利上げ、金融引き締めになってきますので、この中で注目すべきところは、やはりここですよね、あの失業率がどのぐらいの感じで低下していくのかというのが、 やっぱり失業率は金利を上げる上で重要なツールになってきますので完全雇用があるのかどうかっていうのはここは非常に重要なところなんで、えー、見ておかなければいけない。あとはもう一つ利上げ、えー、テーパーリングから利上げに行くときにそれを決断する上で、えー、インフレ率というのが重要ですので、まあ、ここのところを見ていかなきゃいけないということで、まあ、これ3ヶ月ごとなんですが、まあ、ここを見ていきましょうというところですね。 でもう一つ重要なところなんですがフェデラルフうー、フェデラルファンドレートっていうところがここに下にございます。これは FMC が短期金利の金融政策をあの調整するなの中で、えー、これをいじっていくものなんですよねで。これをいじって金融政策を 動かしていくわけなんですがその FF レートっていうのが今0から0.25%にあるので、まあ、これ平均で0.1ということになっているんですがそれがいくつになるのかというところが重要になってきます。 前回9月は0.3だったのでほとんど22年は利上げあっても1回ぐらいかなというところだったんですが今回12月は0.9になりましたのでそうするとこれは利上げは3回ぐらいあるのではないか。で2023年も、 前回1%だった3回ぐらいだったのがト,ト,トータルさ,さらにそこから3回ということで6回ぐらい2023年末まであるんじゃないかっていうふうな予想になってきたんですね。これだけ金利の予想が変わるってことは非常にまれなんで、まあ、ここのところを次回3月にどういうふうに変化するかっていうところを見ていければ。 皆様の,が F あの金融政策を考える上で FRB アメリカの中央銀行がどういうふうに考えるかっていうところが えー、お分かりあの予想することができます、まあ、これがあの次回が、えー、ともっとこれより数字が上になってれば利上げの速度は速まるしこれが下になってれば利上げそれほど速くないなっていう占いを占うことができるわけですね。あとこのロンガータームというのは結局最終的に金利ってどこまで上がってそれを維持したいのですかっていうと2.5%というところが出てますので最終的には短期金利は2.5%ぐらいになるのではない なないかなといかとうに FRB のメンバースタッフは考えているというところなので、えー、まあここも非常にどういうふうになるかというのはあまり変化はここはないですけどね、えー、と注目しておかなければいけないところかなという,ふうに思います。 はいえーまあ、ここら辺がえっ、ー、が FMC の、えー、考える金融政策を占う上でえで、ー、FRB がどう考えるかということで何しろやっぱり決定を下すのは彼らなんで、まあ、ここら辺をどうするかというのは非常に重要なことになってくるわけですね。これはですから政策サイドということでじゃあマーケットの方はどういうふうに占うんですかというところが重要になってくるわけじゃないですか。要するに、えー、と当局、えー 中央銀行はこういうふうに考えますけどマーケットはいやいやそれじゃスピード遅いでしょういやそんなに金利上げないでしょうっていうのをがこう予想がギクシャクすると、まあ、金利ってこう上下し,あのしやすいですけどここの予想がある程度一致するとある程度そのように金利が動いてくるというのでマーケットサイドの予想はどこでしますかっていうのが、えー、次はここですね。 フェッドウォッチっていうのがあります、まあ。金融政策を占うツールその2なんですが、これはマーケットがどのように考えるかということで、シカゴマーカーのタイル取引所が出しているフェッドウォッチっていうのがあるんで、まあ、これを見てくださいというところですね。ここに、えー、と URL 貼ってあります。で、えー、これがこちらになります。フェッドウォッチというのがこちらになりますので、ここを見ていただければ、えー、とそれが分かってくると。 これはどういうふうに見るのかというところなんですが、少し大きくしましょうか。はい、このようになっています。で、現状は、これは、えっと、そうですね、2022年の1月の FMC では、 0.25が94%っていうことはほとんどの人が利上げがないと見てるわけですね。じゃあ今度これが2020年の3月の FMC ではどういうふうに考えるかというふうになるとここを押してください。そうすると利上げが半分ぐらいになりましたよね。ということは3月にもしかしたらマーケットは1回利上げがあるんじゃないかなというふうに考えているっていうことです。 はい、これがマーケットの予想なわけなんで、早ければ3月に1回目かなと。で、次はここ22年の6月15日ということに、ここに出ておりますが、ここが、その来年4回目の FMC の会合になります。で、その時はどういうふうにマーケットは考えるかっていうと、ドンということで。 はい、えーと、利上げのがすごく増えましたよね。最初、来年の1月はここ90%ぐらいだったんで、さすがに1月にはテーパーリングは終わってないんで、誰も利上げをすると考えてませんでした。で、3月の時点で、ここが利上げをしないという人と、利上げをするっていう人が、半々にほぼ、えー、パーセント提示でいうとなっていましたよね。 ということは、マーケットは3月にもしかしたら1回は利上げをするかもしれないというふうに見ています。で、6月になると、これが、えっ、ー、と、利上げをしないという人がまだここにいるんですが、 これが利上げを2回するかもしれない、要は3月に1回やって、6月に1回利上げをするかもしれないって人が13%ぐらいいるんで、まあ、この時点でやっぱり利上げ、あの6月で1回か2回ぐらいはあるんじゃないかっていうことで、えーやった 強気の人で言えば2回、えー、弱気の人でも1回ということで、おそらく6月には、えーと、最低でも1回目の利上げがあるんではないかなというふうにマーケットが見ているっていうふうに、ここでは判断するわけですね。まあ、それぞれこれ、1ヶ月前はどう考えてたかというとかのパーセンテージが出ますので、えー、あのまあここら辺、やっぱりあの1ヶ月前までは、 さすがに 2, 2回利上げする人っていうのは20%ぐらいしかいなかったんですが、今回40%ぐらいまで増えてきてますので6月、3月、6月と2回利上げするかもしれないっていう人のーパーセンテージが増えてきた。マーケットはそれだけ高半、1ヶ月前に比べると高半になってるということですね。じゃあ次は9月はどうですかということで、9月のところを見てみましょう。ドンと。はい。 そうなると、これはもうだいぶ利上げ派が、利上げしないという人は3.6、もうほぼほぼこれ、利上げにしない人は0ですね。で、えっと、3回利上げをするという人が12月の時点で12%に増えてきました。ですから、まあ、ここは3回はないかもしれないんですけど、少なくとも、えっと、2回の人が、えっと、かなり多いですよね。 2回利上げする人はもうほぼほぼ、えー、とこれ入れたら 9, 9割以上なんで2回はありで3回あ,のあるかどうかっていうところですよね、うん、だからそのように見ていくとマーケットがこれはどのようにこう占ってきますかというところが、えー、お分かりいただけると思いますまあこれは日々日々あの雇用統計の数字とか インフレ率の数字とかが出ると多少変動しますので、まあ、ここら辺でマーケットが利上げをどのぐらい織り込んでくるのかなっていうところを皆さんで予想してみるのもいいかなと思います。はいじゃあ3番目ですね。3番目の金融政策を占うツールの中で。 30日フェデラルファンド先物っていうのがあるんですね、要は金,金利の先物っていうやつで、えー、大体えっとその FF レートの金利の先物がどのぐらいにで取引されてるか、実は金利の先物って取引されてるんですね、まあ、そういう市場がございまして、そこではどういう数字になってるかというところを見ていきたいと思います。まあ ここに書いてあります URL を叩いていただければ、シカゴマーカンタルトあるいは取引所のその金利の短い短期金利の取引のページに行くことができます。ドンということで、こちらですね。はい。30でフェデラルファンドということで、ここに出ているかと思います。まあ、それぞれ先物ですので、現月っていうのがございます。これは2022年の 1>, 1月に決済がある先物ですね。これ少し大きくしましょうか。このぐらいにしてすれば大丈夫ですかね。 で2022年の1月っていうところを見ますと、えー、これが99.9175っていう数字になってますね。これをどういうふうに見るかっていうと、100からこの数字を引いてください。100-99.9175ってなると、えー、っと、0.0825ですよね。まあ0.1%ですよね。ってことは、 これは100からこの数字を引いたものがその FF レート FRB の金融政策をこ,うこれで金利を上げたり下げたりするものの数字がどのレートになっているかということをこれで占うわけですねですから100から91.75引くと0.0825なんで0.1じゃないですかということは今と変わらないんでこの1月は金利はさすがにみんな上がらないと思っているわけですね で、えっ、ー、と、まあ、2月になると少しこう上がっていくわけなんですが、ここの3月のとこをみ見てください。そうすると、99.835っていう風になってますよね。100から99.835を引くと、0.165になってて、じわりと上がってますよね。でも、えっ、ー、と、今、0から0.25なんで、えっ、ー、と、0.165だと、まだそこまで。 たどり着かないなというところないいととうこんで、えー、と金利先物の,の先ほど3月利上げする人がいるかもしれないっていうふうなフェドウォッチでは見たんですがこの金利の先物の,のところではまだ、えー、とあまり真剣にはそういうふうに考えてないようですよね。 で、要はこれは、えっと、100に近いほど金利が、えー、いじらない。100から、えー、100低になるわけですから、数字が下がってくると金利が上がってくっていう、先物の,の あの価格が下がるということは金利が上昇するということです。で、えー、とここを見ていきましょう。えー、2022年の6月、99.605ですよね。100から99.605を引きますと、0.395なんで、今0から0.25%の金利を短期金利で誘導しているわけですよね。ということは、0.395%、約0.4%ということは、 0.25から0.5になる確率がここで高くなっていくんでやっぱり6月には1回目の利上げするでしょうというふうにマーケットは考えているわけですね。これが要するに日々トレード金利の先物というものでトレードされてる人たちが値付けしているレートなんです。要はここで金利あの6月に利上げがもっと可能性が高まるだろうということになると金利の先物は 下がりますんで、これが99.5とかになって、あ利上げするんですねっていうことになるんですけど、なんかこれから経済状況が、インフレが収まりそうだとか、あの、失業率がちょっと、えー、むしろ半端、えー、上昇しそうだってなると、えー、あるいは経済が減速しそうだってなると、利上げじゃあもっと遠のくんじゃないかなと思うと、これがやっぱり99.80とか言って、 えー、引くと0.2なんで、あり上げは6月はないなというふうにマーケットが考えている、そういうふうにトレードされてるということになるんですね。はいえー、とこのように <laughs>、今日、えー、お示ししていただいた、お,お示した、えー、とツールというのは、えー、FRB がどう考えるか。 じゃあフェイドウォッチでマーケットがどう考えるかその中でも短期金融市場ということで金利の先物をトレードしている人たちはどういうふうに考えるかということの3つのツールをお示ししましたまあこれを見ながらどのいつぐらいに利上げがするのかそうするとドルが上がるのかあるいはそれはすでに織り込まれているのかということを皆さんはこれを見ながら皆様の中で予想しながらトレードをしていっていただければよろしいかなというふうに 思いますはっ、いえー、と、まあえー、今年はあやはり、えー、FRB の利上げ、非常に、あのー、マーケットの注目材料で、それによってドルも変化するかもしれませんので、えー、そこら辺を、えー、占うツールは今回ご紹介いたしましたということで、こちらのディスクレーマーをお読みください。ありがとうございました。